はい、はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。なんかフェイスブックラジオの時間なんですけども、息切れしてますね、皆さんね。ドタバタして雨に追われたんじゃないんですけどね。はい、はい、あ、はい、疲れたっす。行儀よくてボリュームゼロにしてますね。これの前の番組が、はい、ギブ強しの、ギブアンドトークなんですけども、はいはいはい、今日町の駅連携さんから、はいはい、赤崎さんに来ていただいたんですけども、話が面白くてね、はい、しかもフェイスブックで実はもうつながっていたということで、ぜひあのまま延長していただきたかったですね、うん、はい、シームレスとかね、うん、まああの道の駅町の駅その話もしながら今日は SNS 話していきたいと思います、はいはい、オペレーターは伊波です、よろしくお願いします。はい、ギノワ市から来ました YouTuber の鈴木でございます。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。今の話にもつながるんですけど、道の駅は名護の巨大にもありまして、なんか全国的にも有名らしいんですけど、そうですね。そこのそばを通ってきました名護からです、うん、コンピューターのメンテナンスやってます。金具宿信春です。ユタサルグと逃げさびら。はい、よろしくお願いします。巨大の道の駅ってなんで有名なんですか、ね、なんか、そういえば僕金城さんに仕事一つ依頼しないといけないかもしれないですね。ああ、いいですね。SSD がちょっとバカになってみたいで、駆けつけ3台って感じで、うん、ただあの、バックアップ DVD を作ってるはずだったんですけども、はい、ファイナライズが済んでないというか3枚目が壊れてたので呼び込みしないので、うん、似たようなものから取ってからですね。あ、はい、もうあの周辺のものからかき集めてかき集めてからですね、ゆっくり考えていきたいと思います。最近あのだから、パソコンをいろいろバージョンアップしたりなんだかんだというと不具合多くなってきてません？ありますね。あの大きなあのバージョンアップあの、うん、アップデートがあった時に、はい、あの、はい、一旦あのシャットダウンして、はい、その後再起動して再起動の途中の方にあのアップグレードするっていうのが多くなってるんで、うん、はい、ちょっと油断してあのそう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 すぐに再起動させないとまずいとかですね、うん、あの生きてたんですけども、はい、どうも動作がおかしいなと、うん、でちょこちょこあのもうアプリとかをアインストールソフトをアインストールしながら、はい、あの停止してたら動かなくなったって形なんですよね、うん、でもともとだから Windows のアップデートに失敗したんじゃないかなという雰囲気だったんですけど、うん、意外とですね、あのこの時期5月6月、うん、それから特にあのアメリカの場合にはあのニュー新しい年度に入ってくるものがあるんで、うん、はい、あのアップデートとかそういったのが集中する可能性が多いですね。そうなんですよ ね、 ね、で結構この時期いつも壊れますよね、パソコンって。そうですね、あの梅雨時とかですね、うん、急に暑くなったりとか、そういった面で、そうそうそう、あの雷とか瞬間とかね、そのあたりでアップデートする途中の方で停電で止まってたとかね、そういったのがあったりするとかなりまずいです。はい、ですよね。ノートパソコンなんですけども、はい、うちバックアップ電源もあるし、はいはい、バッテリー外して使ってたんですね。あ、ちょっと、ちょっと怖いですね。ちょっとまずかったかなと思ったんですけども、ね、バッテリー外したくせにそのバッテリーどこに置いたか忘れてしまってね。あ、うん、で今ちょっと探しているんですけども、はいはい、あの電源つなぎっぱなしの時にバッテリーつないでると膨らむことがあるじゃないですか。あります、はいはい、なので、ちょっと怖かったんで外してみたんですけども、それがちょっとダメだったケースかもしれないですね、うん、この間雷たくさん落ちましたしね、はい、ですね。特にあのなんかあの瞬電しました、瞬電しました、活電近辺のところが多かったような話が、うん、この辺すごかったですね。ネットでは流れてきましたかね。うちのところはそんなになかったんですよ。こっちも結構停電したり瞬電したりしてたので、はい、ちょっとそこがまずかったかなとは思いますけど、はいはい、やはりね、この時期、はい、あの湿気の多い時期、それで急に暑くなっていくときは人間にも機械にもストレスが大きいんでね、はい、うん、ですね、うん、でも和やかに話してますけどかなり僕はテンパりますけどね、この時は、うん、連絡が多いもんだからね、うん、ですね、はい、まあうちの場合は使ってないパソコンだったんで、まあ、ゆっくりなので、はい、うん、はい、なんかよかった、よかったってわけでもないけど、僕は実際にそこの中でやってるものかなと思って、まあ、いえいえ、もうあの中で使ってるものは全部、サブを置いてて、はいはいはい、そのサブ機なんですよ。あ、はいはいはい、で、設定してあったものを一応全部、うん、あのアンインストールしたりなんだかんだしたんで、はいはいはい、サブ機でもないです今、ね、うん、余計なものまで削除しちゃったんじゃないかな。あ、た、多分大丈夫だと思うんですけども、うん、あの L アラートっていうローカルアラートの、はいはい、ノードパソコンを専用に作ってあるんですけども、はい、それのサブ機なので、はいはい、まだ大丈夫なんですが、本当に何かあると分かんないんで、パソコンって、うん、予備を置いとかないと、うん、機材は
全部そうですね。そうですね、大変ですよ、増えるとね、うん、あの、はい、データのバックアップでしょう、システムのバックアップでしょう、うん、そういったのなんかあの、はい、いつの時期に戻ればあの安心かっていうのが分からなくてですね、最近やってない、もうあの3ヶ月前のもんだったらもう、はい、あのその頃のこともほとんど分かんないっていう状態なんですけど、ね、本当はねバージョンアップする前にやらないといけないよね、そうそう、やらないとバージョンアップもそうですね、うん、と思いながらやらずにバージョンアップするんで、うん、毎回怖いですよね、うん、それで調子が悪くなるんですけどね、うん、意外とあの、ね、ほら皆さんあのスマホ持ってるからスマホの、はい、スマホのバックアップバージョンアップですら時々しながらやるときにやるのに、コンピューターの方はえいって、うん、結構えいでやりますね、見ないでやっちゃうとかね、まあ、勢いでやっちゃうとかね、しかもね結構時間かかるので、はい、えいって押した後見ないこと多いですよね、そのまま寝ちゃうとか、寝ちゃうとかオーラエルとかご飯食べに行くとか慣れちゃって、そうそうそう、朝になると終わってなくてびっくりする、うん、そうそう、終わってなくてびっくりするとか、ぐる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 したまんまだとか、もしくは眠ってるあのスリープから冷めないとかですね、冷めます、冷めます、まだ起きてないのかと寝ぼけまこでこうスイッチ入れたりすると大変なことになるんで、うんうんうん、そうです ね、 ですね、あの強制終了しちゃったらね、うん、眠ってるのに強制終了しちゃったら、うん、いやもう大変ですよね、うん、そうそうそう、自分が昨日何やって帰ったか覚えてないことがあるんですよね、朝来てね、でスリープのままでこうちょっと回ってるんだけど、はい、本人もあんまり起きてないからついつい押しちゃうんですよ ね、 ありますね、まあ、その時にあのマウス動かすか、あのカーソルキーの下向きのキーをね、うん、押すとかにしないとね、やっぱりエンターキーを押したがるから、そう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 、うん、そうか、まあまあでも、はい、ひょっとしてなんかどじたかなと思うんですけども、まあいいや、大体あの人的ミスが多いんですよね、うん、で同じパソコンがもう一台どっかにあるはずなんで、それ探してきてバックアップ DVD 作れば、うん、なんとかなるかなと思ってるんですけど、あシステムのリカバリーね、うん、ああ多分それで済むんじゃないかな、ハードディスクは壊れてないと思うんだよ、うん、SSD は、はいはいはい、なんかあのね多分住所が壊れてると思うんですよ、住所、住所というか、まあ、立ち上げる時の、はい、ああ、うん、だから名前出てこない、はい、名前が出てこないです、はい、だからそこだけ入れれば大丈夫じゃないかな、あ、はい、システムの方ですね、うん、あのバージョンアップ失敗したっていうのは分かっているので、うーん、で最初はね58個あったのかな、うんうん、で固まってて、停止ボタンじゃないの、電源ボタン押しちゃったらしいですね、僕が、はいはいはい、で再起動したのはいいんですけど、それからこうぐる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 なので、 Windows 7ですよね、うん、はい、なんかを蹴飛ばしたと思うんです、うん、はい、ありますよ ね、 あのね、アップデートとするつもりで下手してリカバリーしちゃったとかね、うん、おなんかまあなんかしたんだと思う、うん、はい、で同じマシンがあるんで、はい、あのハードディスクの中に、そのリカバリーが入ってるって役に立たなかったりするんですね、ありますね、はいはい、うん、だから DVD 作ってたり CD 作っとかっていうかな、うん、あとは USB とかね、うん、最近のでっかいですよね、最近はあのデータがね、ブルーレイであのリカバリーするっていうのがあるんですよ、うん、でもね思うんですけども、うん、そのリカバリーをどこに置くかってやつですよね、うん、最近マニュアルでさえ捨ててしまうことがあるので、うん、リカバリー CD とか置くとこないよね、うん、じゃあ USB の小さいやつに取っておいて、うん、あのもうセロハンテープでどっかにくっつけとくかとかいう感じだよね、うん、そういうやり方もありますね、いやノートパソコンとかでもなくすよね、なくします、それでもだけど意外とあのリカバリーといってもあのシステムリカバリーだけとかね、うん、あとデータリカバリー、うん、あのデータバックアップだけとかね、うん、そういったのがあるんで、でね、こっからが本題なんですけど、うん、はい、思うんですが、例えばそれが NEC だったとかね、シャープだったとかメーカーいいんですね、はい、まあったとするじゃないですか、はい、そういったら型番もあるんですよ、はい、ね、ダウンロードさせるよとか言いたくなりますよね、バン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 、あ、はいはい、バックアップ CD 自分で作れって書いてあるじゃないですか、はいはいはい、もうつけてないんだったら、まあ、確かにダウンロードさせるよとか、ね、ありますありますよね、 あるかな、いや、あればいいんですよ、ダウンロードはないですね、うん、でもないよね、ないです、させてくれればなくないですね、うん、だからまあまあ買った人と使ってる人が別かもしれないとかいうのがあるのかな、いろいろありますね、そういった面でね、まあ、よくわからないんですけど、うん、なんかいろいろあってダメなのかな、コピー認めないのと一緒なんですよ、うん、なるほどなるほど、今目から鱗でした、なるほど、2回も3回もダウンロードしてできるっていう形になってくるとね、確かにまたまずいわけ、そうだよね、で僕あの仕方がないからですね、あの、うん、メーカーの方からリカバリーセットっていうのを買ったんですよ、うん、5,000円でした、ああそうなんですね、むしろその方が安心、その方が安心ですね、そうなんですね、うん、ただあの中に入ってたはずなのになとか思うとちょっと悔しいですけどね、うん、はいはい、でもそれも置いておいて、うんうん、そうなん、5000円ぐらいで済むんだったらいいですね確かに、うんうん、そっか、リカバリーソフトか、
作らないですもんね。僕作った覚えあるんだけどね。ですからこ の, あの購入したリカバリーが、はい、いわゆるあの DVD なんですよ。DVD で起動して、うん、あ DVD じゃなくて、はい、ブルーレイで起動して出てるんですよ。だから他のもので使えないっていうのが前提ですからね、うんうん、あの それそのものには DVD の, あの RW までついてきてた、あの、うん、ブルーレイの RW、うん、すごい新品だったらそれが1枚ついてくれたんですよ、うん、あとですね、Windows 7から10にアップデートしたんですけども、たまたまね、CPU も、うん、メモリーも16ぐらい出て、はい、結構良かったんで、うん、プロにしてみようと思って、はいはい、でプロにしようと思って申し込んだら1万3000円かかるんですね。ホームからプロに、はいはい、アップデートで、ね、アップデートで、はい、結構びっくりしましたね。新規と似たようなものになりますよ ね高いですね、うん、そうなんです。あ、それだったらもうプロのやつ買えばよかったとか思ったんですけども、うん、はい、同じスペックで今買いに行くと大体8万ぐらいするんで、うんうん、ああどうしようかなどうしようかなって結局アップデートしてみました、うん、めっちゃ早かったです。おアップデート、え、こんなに早いの1万3000も取るのって言いたくなるぐらい、うんうん、あっという間にアップデートできたんで、やっぱしアップグレードですね。新規にね、あ、グレードアップか、新規にインストールする、うん、側としてはやっぱりいろんな形でシステムディスクと、うんうん、それからそれに伴うドライバーっていうのがついてくるから楽なんですよね。はいよ、アップグレードした時には、うん、デバイスが当たらなかったりするんで、ね、だからね、CD も CD というか DVD も送られてこないじゃないですか、はいはい、だったら買った方がいいかなって一生思ったんですけどね、うん、今だいぶもうそういった形で、うん、メーカー品にしても、はい、それからまた自作の方にしても少ないじゃないかと思いますよ。そうそう、自作の方と、ホームからプロにバージョンアップするときは5000ぐらいなんですよ、うん、1万3000も取ったよとか言いたかったんですけどね、うん、最近またちょっと自作したくてたまんないですうん、僕実はミニパソコンに今ちょっと凝ってまして、はいはい、うん、ミニパソコンも自作ではないんですけども、はい、注文していろいろつけられるんですよ。メモリーはどこまでを聞くとか、うん、はい、CPU もちょっと i7 欲しいなとか、はいはい、いろいろできるので、うん、しかもね結構小さいんで楽なんですよね。一番難しいのがね、うん、アップグレードが難しいんですよ。CPU とかそれなんかが、うん、i3、i5 の, うん、チップセットとピンと、それからまた i7 はまた違ってくるから、うん、3と5っていうのはできるけど、うん、7に行くっていう時には7専用買わなきゃまた。おー、マザーボードが？マザーボードとか、ピン配置が違ってくるんですよね。おー、あ、じゃあソケット自体買ってこないといけない。もうマザーボードにも入ってるから、うん、このいわゆるピン自体のソケット。じゃあ i7 買っておけばいいんだ。そうです、うん、なるほど。最初から作るときにはもう買えるときに i7 用のものを買っておいておけば、うん、おいいですね、はい、もう下には行かないよっていう形でですね、うんうん、で今一番提案しやすいのが i5 なんですよ実は。でね、安定してるでしょ。値段がこなれてるんですよ。安定してるでしょ、はい、で壊れないっていう情報にもなってきてるし、はいはい、まあ安定性から考えると i5 が一番いいかなと、はいはい、うん、ただ実際自分が使ってるのは i7 が多いんで、はいはい、ありますよ。うちのいとこがこの間壊れたんでショップ行ってきたら、うん、i5 っていうのがもう販売されてなくて、うん、i3 とその元下の方 の, セレロンのものと、うん、でトップクラスの7の方が売られてるんですよ、うん、 あんまり i5 って中途半端に売られてなくて、ね、そうなんですか、うん、結構いい CPU って聞いてますけどね、はい、縮小してきてるっていうん で,、うん、で仕方なく i7 買ってきて、うん、えらいがっくりきてましたけど、うん、つかない、乗らなかったと。いや、壊れるっていうのが前提じゃなかった、予定してなかったもんだからね。まあまあ CPU はね、壊れないよね。突然こうやってノートパソコン丸ごと買ってきた、いわゆる載せ替えもないし、メーカー品だから、うん、で同じメーカーのもので 最上級の下1つ下、うん、僕もともとノートパソコン派だったので、まあ、バックアップ電源もあるみたいなもんだし、結構よく使っていたんですけども、最近やっとね、目がね、小さいやつが見えなくなってきたっていう症状が出てきたので、ディスプレイで見たいなと、うん、大きい文字で見たいなとか、で後ろにディスプレイアームとかつければ近寄せられるじゃないですか、はいはいはい、それが便利かなと、うん、実はノートパソコン広げてキーボードの向こうに行くときに首を前に出さないと見えないとか、うんうんうん、角度的にこうちょっときつくなってきたので、うんうん、ディスプレイが楽かなと、うんうん、いうことで、本当は普通のね、うん、デスクトップでもいいんですけども、ミニだともっと便利で、今もっと小さいのはディスプレイアームにパシャってくっつけて、ディスプレイごとこう入っていて、どこにもパソコンがない状態になってて、うん、これを Bluetooth でキーボードとつないでると
もう便利ですね、紙みたいな雰囲気で触れるっていうのが分かってきたんで、で今もうちも Mac mini とかこう積んでるじゃないですか、それ以上に、今のミニパソコンって便利っていうのが分かってきたんで、ただね、値段そんな安くないんですよね、ミニだからって。やっぱしいい CPU、持つとね、でね、 i7 とかちょっと入れていくとやっぱりファンもつけないといけないだろうしね、暑さ対策とかね、あんまりビデオ関係のものをぐりぐり編集しない限りは、そうですね、パワーの薄いものでも十分なんですけどね。だからGPU が必要になってくると今度マザーボードをね、そうですね、GPU がこうボードをたくさんさせるようなやつがいいんで、はい、あれからはまた、別な箱が必要ですけども、はい、それでも小さい箱がなるべくいいかなと、でね、今ちょっとお願いしているところは、箱なんですけども壁がない箱ですね。はいはいはい、壁がない、はい、でもね、壁はないんですけど、あった方が便利ってやっと分かりました。冷やし方が楽なんですね、あった方が、はいはいはい、部屋の流あれですね、はい、流れの方がいいんですよ、ない方が流れるかなと思ったら違うんですね。違うですね、最初から設計されてますからね。設計されてるからね、なるほどね。なんか目から鱗の話がいっぱいあって、ちょっと勉強になるなっていうのが、まあ何度もアクセスするんだったらね、蓋はない方がいいんですけどそうそうそう、まあでもアクセスはしないけどね、はい、ただ空気の中で考えていくと、はい、よく設計されてるやつはきちんと空気が流れていくんだなって、はい、まあ、あと常時部屋の中25度に保ってるんだったら、あ、無理無理なくていいですよね。無理無理、無理、はい、でも中の電力とかね、ファンとか考えていくとクーラーの方が安いかもしれないですよね、たくさん並べたら、はい、そっか、おお、確か、確かに自分で言ってて自分で、ですよね、デスクトップでグラフィックボードとかいろんなので複雑化すると余計どこが故障した、故障した時にもうどこかっていうのが分からなくなりますね。いや、そうですね。でも、もともと一体式でも分かんないですからね、どこ故障したかって、あと本当に無駄に長持ちするパソコンとすごくあるパソコンの違いって分かんないですもんね。分かんないです。僕もここを始めた時にもう8年前ですよ、はい、XP と Vista を僕はバーって買って並べたんですけども、同じところに発注かけてほぼ同じ状態、まあちょっとメモリーの条件ありますけど来たんですが、やっぱり壊れるものは壊れますもんね、はいはい、壊れないものはまだハードディスクも交換してるのに生きてたりしますから。ありますね。なんだろうと思いますよね、うん、まあ当たり外れもあるんでしょうけども、使い方もあるのかなとかね、僕の足元にあったやつは僕は足癖が悪くてガンガン蹴飛ばしてたかもしれないし、まあそれで発奮したんじゃないですかねえ。いやいや、壊れやすかったんだからそれで落ちこぼれたかもしれないし。そうですよね、やっぱ大事に扱わないと、あんまり大きいと置き場所に困るってもあるので、はい、結構ミニはいいかな。一番 やばいのが稼働中に蹴飛ばすことで、ね、振動を与えることですね、ですね、特にハードディスクはね、特に、はいはい、一番厄介のは起動途中での、電源引っこ抜くのがもうアウトなんですよ。 あ、そうか、俺まだやってないことがノートパソコンばらしてメモリーを差し替えてみようあまずはそれ毎回やるんだけどね、1枚目と2枚目を差し替える時は大体起動し直すことが、ね、ありますあります、多いんですけどね、まだやってないな。2枚刺さってんだったら1枚ダメになるとかね、それもあるんですよ、めったにないですけどね、でもありますね、ありますありますよね、それよく言う、僕の場合は、でこう出作りでやってたのが10台ぐらいあったんで、実はメモリー、予備にたくさん買ってました、で時々差し替えてました、調子が悪くなると。こういった企業みたいな事業やってるところでは、同じ時期に同じパソコンがあったりするとね、いざという時に使いますが、そのまま乗せ替えできますから ね、できますし、あと2ギガを2枚差してて4ギガだったので、一応2ギガでも動くじゃないですか、なので、普段使ってないとかあんまりいらないなっていうのは1枚でもいいんですけど、とりあえず2枚差しておいて指で、で実際どっかがおかしいなと思ったらそっから引っ越えてきたり、一番トラブルを確認するときにはメモリ1枚差しでシンプルな形になって起動させるんですよ、ですね、なるべく外して外して USB は全部外してっていう形で単純な形にしてからですね、もう厄介なのがUSB のメモリー差したまま起動させるときに、もうじゅんぐりじゅんぐり何度もエラーチェックしながらやると遅くなるんですよね、はいはいはい、それとCD とか DVD の方を、入れたままとかね、はいはい、それ気づかずにやってるとね、そうそう、おかしいなおかしいな、結構多いよね、 CD でパラチであれ立ち上がらないとかいうのがね、もっと古いのにはね、Windows98 の時代に
フロッピーディスク入れたまんま帰っちゃって、はいはい、翌日すぐ電話来て、はい、金城さんパソコン立ち上がらないんだけどって言って行ってみたらフロッピーが入ってるんで、うん、パカッと抜いたら立ち上がったんですよ、フロッピーが起動ディスクではなかったでもフロッピー自体がずっと読みに行ってエラーを起こすんですよ。そうだったんだ。まあ1枚2枚あるじゃないですか、はいはいはい、1フロッピー2フロで1にシステムフロッピー入れてって普通立ち上げるじゃないですか。こんな大昔ではないですね。あーハードディスクは、ね、ハードディスクは立ち上がるんだけど、はい、フロッピー読みに行ってそれから CD 読みに行ってって緊張さんにそんな古い話じゃないって言われても確かに古い話なんですよ。一瞬フロッピーでも紙のフロッピーを思い出してましたから、フロッピーでも全ての起動ディスクにしてた人いるじゃないですか、アプリケーションによって違うやつ、はいはいはい、問い合わせ来たことありますよ、うんうん、中に入ってた一太郎が立ち上がらないで、あ散々話聞いたら違うフロッピー入れてたっていう。これ93年ぐらいですね。ですね。あ、うん、そうなんだ、うんうん、もう何年か覚えてないなそうまだ NEC がシェア40何パーセント取ってたです、ね、98とか出してた頃ですね、はい、まだエプソンがゲーム機にまだ Windows が出る前ですね、出る前ですね、うん、93年ぐらい、あの頃が一番良かったんですよね。ドスの頃が面白かったですね。それも話し出すともう大抵の聞いてる人はついていけないんで、ついて、はい、でもあの頃が一番良かったですね、うん、私の感覚的ですね、Windows95 が出た時が一番ワクワクしたんですよ。あ、そうなんですか。インターネットにつなぐのがとっても楽になったんです。あ、まあ確かに、はいはい、であの時に通信環境も本当に良くなりましたからね、はいはい、それまでは夜中のね、はい、10円でつなぐやつとかそういうのでやってましたからね、はいはい、当時はですねダイアラーっていうのと、うん、ダイヤルするものと、ああ そ, ね、それからゲートウェイと、はいはい、それからブラウザー、あとね、別々だったんです。読みに行くのも作ってね、うん、3分以内で全部ダウンロードしてね、はいはい、その後読んで返事書いて今度アップローダーを作ってね、はいはい、アップしていくっていうのが普通でしたよね、うん、もうチャットなんかやったらお金いくらっても足りないんで、チャットじゃないですよね。うちのうちでは、はい、子供らにパソコンをそういうために開放するのが8時ぐらいからご飯食べた後だったんで、うん、その時までは料金かかるけど、その後に11時からテレ放題っていうのが、放題がありました、ね、あれも神でした ね。だからあれからなっていくともう30分ごとにユーザー固定するんです、うん、子供らが3人か4人、3人4人って形で順番待ってるんです、うん、なんかいつも神さんに怒られてるばっかりです、うん、朝起きできないって、まあ、そうですね、まあ、みんなもう30過ぎちゃいましたからね、うん、もう昔懐かしい話ですよ。今ね光ケーブルとかでね、はい、こんなね速いスピードでしかもつなぎ放題なのが、うん、本当すごいですよ。今もう本当、ね、当時パソコン出てたのに今スマホにも劣りますからね。そうですよね、ちょっと贅沢だなと思うんですけどね、うん、ものすごく楽しいですよね、 それにね、うん、お金がかからなくなりましたね、うん、あとこれからもほら GPS をねどんどん衛星上げますし、うん、使いやすくなっていきますし、うん、GPS の衛星が上がるのは自動運転技術とかね、うん、どんどん発展していくでしょうから、それこそ農業だったらねトラクターが自動的に畑耕すとか、はっきりねGPS を活用する側と、うん、そうじゃない側の方でいわゆるデジタル系とアナログ系が本当に生活分かれるんじゃないかなと思います、ね、分かれるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、自動運転技術もさることながら、まあ、自分の位置情報だとか、はい、うん、それから今、まあ、ちょこちょこうちも手掛けてはいるんですけども、認知症になった方も徘徊だとかね、はいはい、そういうものも、もう距離的にはあっという間に出るとかね、そうです、GPS 性能が上がると出てきますからね。ちょっとね、まあ、我々が持っている iPhone を探せとか、うん、iPad を探せっていうのがアプリとそれから連動車両に、うん、うちのおじいちゃん探して、おばあちゃん探してっていう形のがね、うん、すぐ場所が分かって、うん、そこのところ、はい、いわゆず本人確認をお願いしますっていう形でね、はい、早くなるんでね、使い方次第で本当はね、今僕も持ってるんですけども、それは Bluetooth 対応なんですね、うん、でもそのうち GPS 対応がどん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 出てくると思うので、うん、GPS、Wi-Fi 対応が、うんうんうん、それが出てくると探しやすくなりますよね。そうですね。ただプライバシーがあるんですよ、うんうんうん、なのでいつも位置情報がバレてるっていうのも実社会としていかがなものかっていうのも出てくるので、うんうんうん、まあ、倫理とか法律とかこれから出てこないとちょっと難しいのかな。そうですね、拒否権認めるとかね、うん、あとドローンと同じでドローンも出てきた時には、はい、あ、これ便利だよ、あれできるこれできるって言うけど、実際じゃあ運用していこうと思うと、うん、同工法じゃなくてドローン工法とか出てくるんじゃないかと、はいはい、で実際今基地の上とか ね、飛ばせない場所とかね、うん、いっぱいあるじゃないですか。
これがどん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 免許制になっていくんじゃないかなとは、ね、それはあの飛ばす直前とかそういったところにですね、うん、どこそこからどこそこに飛ばすっていう形のものがあの、うん、チップを入れればすぐ認識するとかね、うん、そういう方向に例えば今やってるのはピザの配達しようとか言って、はい、作ったとするじゃないですか。で各点競争していくと全部が飛んでいくとどっかで空中でぶつかった場合どうするのかとか、はいはい、だから空域によって方向を変えるのかっていう、うんうんものを作っていくのかとか、うん多分ね道交法より難しい法律がどん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 できてくるんじゃないかと思います、ねうん、この間動画で見た人が乗って飛んでるドローンもありましたね、はいうん、あれは気持ちよさそうで、ね、湖の上を飛んでましたけどいやもう形からすればあれでしょうデザイン変えればきっと運でしょう、うんうんうん、多分大丈夫ですね。で羽を8枚つけるともっと安定するので、はい、しかも今水平にやってるじゃないですか、はい、これをちょっと角度変えればね、はい、もう2段多段していけばもっと安定すると思うのでこれは一度乗ってみたいですあとね僕昨日とと思いついてね自分でねひょっとして天才じゃないかなと思ったんだけど 3D プリンターで家作るとかあるじゃないですか今、はい、だったら、スポーツカー作れるんじゃないかなと思って、うん、今電気でしょ、はい、で電気カーだったらエンジンみたいに熱くならないんでシャシーだけシャシーというか元のやつだけ金属できちんと作って、うん、そこにバッテリーとかモーター乗っけて、うん、側は、3D プリンターで出していけば、うん、ひょっとしてアンダーカットとか今まで作れなかった形ができるんじゃないかな、うん、だから卵型車とかできるんじゃないのかな、うん、しかも電気自動車だし、うんじゃなければ卵っち型とか意外とあるかもしれないですよね、うん、あの36ヶ月あの、かけて組み立てるとかねそうそうあの今月はパーツが、ね、パーツの あ, の、うん、あるいはまたあの 3D プリンターで映すための、うん、いわゆるだからプログラムとかね思ってたのがシャシーはあの決まってますよね、うんうんうん、おったら町の工場屋さんで 3D プリンターのでかいの持ってて、うん、あなたの好きな車体が出来上がりますとかね、うん、そうですね面白いですよねできたらいいですよねスポーツカー型とかキャンピングカー型がこう出てくるとかね、うん、でその使った部材の料金だけ取りませんみたいなことがあるといいなとかね、うん、そうですねあの町工場とかねそういった感じで、うん、いわゆるアマチュアレベルのところが、うん、あのそうそうそう残っていくっていうのかな、うん、いわゆるあとはアイデア勝負になっていくっていうのかな、大きいところは大きいところできちんとした車作ればいいじゃないですか、うん、そうですあの何名以上はそういった規則がいいとか ね,、うん、ね 2人まではねあのそうそう自動二輪レベルでいいとかねそう町工場とか今あの、例えば板金屋さんとか そうです、ね、そういうところの塗装するところにこういうのがあるというよね 3D プリンターで変わって作れるとか、ね、あのコミューターという形ですね、うん、最高時速は60キロまでとかね、うん、ああはい、ね、あだからあの例えば原付に今四輪みたいになってるのがあるじゃないですか、うん、そうそうあれに着替えたもので例えば125とか 250cc まで OK って書いてあればそうです結構ね一人乗り二人乗りで、そうですあのコミュニティで買い物したりもできるしねそうそうそうの電気自動車ができるんじゃないかと、はいはい、あとドアまで作れるんじゃないかなと思っているので、うん、いいんじゃないかないいですよね 3D プリンターだから今あの要するにあの夢見ることは実現するっていうのがあれなんでね、うん、思いついたことは実現するっていうのは分かりましたので、はい、あれやりたいこれやりたいと思うのは大抵多分ね僕が考えているのでどっか偉い人がもう作ってると思いますでっかい 3D プリンター大抵あの偉くない人が作るんですよ ね, あそうね変わった人があじゃあどっかの変わった人が作ってると思います多分ね、あの大きな 3D プリンター持ってるところがそろそろ考えるんじゃないかな、うんうん、であの今まで車体とか設計してた人たちはやっぱりたくさん作るとかプレスするために、うん、あのアンダーカット作ってはいけないとか、ね、ちょっと制約があったと思うんですよね、うん、しかもパーツでいくつかに分けないといけないとかあとはここ接着しないといけないじゃないですか、うんうん、3D プリンター一体型で作れるのでガーッて作ればいいんじゃないかなと思いますけどね、うんうんそうですね、あのいわゆるあのサイド分割とか上下分割の形でやっと組み立てする形ですよね、うん、ドア以外全部ガーッて作ってしまって窓の部分も強化ガラスとかが、はいはい、強化プラスチックとかでガーッてできればいいですよね、うん、もう F1 ですね本当ですね、 ねあの、うん、レーシングカーみたいな形になりますよね、うん、しかもオリジナルフレーム作ってからね、うん大きそう誰かやんないからなんか、ね、しかもこれが例えば透明のもので作れるんであれば間に太陽光発電を発っていくとこう車体自体で充電しながら走るとかね、はいはいはい、できますよね、うんうん、
あ、もう夢が広がってしょうがないんですけど、最近。そうです、あの2時間走って15分休めば充電してる、ね、うん、充電できるとかね、あればいいですね。あとは本当にもう完結型ですよね、自己完結型ですよね、そうそうそう、補給するところとかそういったところ、機械に関してはいらなくなる、あと人間だけやっていくんです。そうですね、しかもこれがね、GPS で対応してて自動運転みたいになってくるとね、もうやることないから、車の中でイングレスかなんかやって遊んでると、ゲームしながら遊んでる、ポケモン GO とか、ポケモン GO やって遊んでるとか、昨日は糸満に行って、今日はやんばるとかね、そろそろバージョンアップが楽しみで、そうですね、ポケモン GO ですね、事務線がちょっとね、変わるってイメージがあるんですけども、最近ね、実はイングレスもポケモン GO もちょっと、あんまりやってなくて、コエロコエキングかな、ハネロコエキングっていう、わけのわからないゲームがあって、一月ぐらい前流行ってね、ちょっと、凝ってしまいまして、そうですか、はい、ずっとそれで遊んでますね、全部クリアしたんですけど、とりあえず遊んで、早い、あれ、あれですよ、ビミちゃんのやってたゲームがあるじゃないですか、すくみず、あれと同じ仕組みですね、すくみず、いつの間にかダウンロードできなくなってましたね、ね、で、僕、バージョンプっていうか、セブンプラスになった時にもう入らなくて、ちょっと残念なんですけども、前の iPhone には残ってます、全部クリアしましたけどね、たまにこうなくなってるゲームとかあったりするんで、ちょっと。寂しいものがありますよね、まあでも全部やっちゃったんでいいんですけどね、手な具合でフェイスブックラジオなんですけど、ちょっとゲームのところに行くとちょっとついていけないところがあるんで、そうですね、まあ一応フェイスブックなので、ゲームの話はあんまりしなくても、はい、特にちょっと僕ニューカマーで終わってるんですよインストールしただけで終わってるんですよ、はい、でもね、ゲームを僕も実はそんなにしてなくて、ナイアンティック系、なので、イングレス、ポケモン GO、そう、ハネロー、コイキングとか、ぐらいしかやってなくて、実は。で、鈴木さんがやってるような本格的なゲームは一切やってないですね。ところがですね、自分も結構やってるような気がしたんですけれども、この間時間を計ったら、1日1時間もやってなかったです。逆にそのやったゲームの動画をいじってる時間の方が多かったんじゃないですか。まあね、まあ、動画で編集しだすともう終わんないでしょ、最近YouTuber 続きとしては、あれやってるじゃないですか、潜る系、ダイビング系っていうか、そうそう、突然先週当たり出てきて、ダイビング系なんだけどほとんど歩いてるよね。そうですね、道案内みたいな、多分水の中で撮影するものを持ってないんでしょ。いや機材を持ってるんですよ。あ、はいはい、ただ撮りながら喋れないんですあれ。ああ、なるほどね。アフレコでいいじゃないですか。そう、いや、やっぱりこう喋りたくなるんですよ。で、昨日やらかしたのがポコポコポコ。いや、ちょっと水海底にフィンが落ちてるのを見かけて、ついそれで水中で笑ってしまって水飲んでゲホゲ。ちょっと指導耐えてますね。つい見た瞬間わーって笑っちゃってガッて水になっちゃった。笑ってても水飲まないのがプロですよね。鼻から入ってきちゃった。吐くだけですからねって、つい鼻からバッて水が入って、だから今日も実はですね、鼻が痛いです。もうやばいことないですね、ちょっと、やっぱりいろんな人と話すると、やっぱり沖縄にダイビング来る人、マリンスポーツしに来る人たちに対して、まあ、楽しみ方を提案するっていうのはどうしたらいいんだろうと非常に悩みますね。そうですね、今までFacebook やってても違うジャンルですからね、でしかも喋れないっていう、非常に悩む。なるほど、本当にもう今度大きなぐるぐるぐるして、アマちゃんみたいに、アマちゃん出てきたノリみたいにしたら、まあね、フル、はい、そういうのが安くあればいいんですけどね、まあ、とりあえず、まあ、アフレコでもいいやと思うんだけど、結局じゃあ何を話するのってアフレコでは臨場感がないとかね、わあ魚だとか言ってます毎回そればっかり言ってるの面白くないんで、でも普通に環境音楽を流してるだけでもいいよね。そうです、しょうがないよ、しゃべらなくてもいいよね、ナレーションしなくてもいいと思いますね、まあそういうことで実は今日もその話してたんですよ、午前中ショップの人と。まずたくさん撮った方がいいですよね。そうです、もう機材もまたいつの間にかだんだんと増え始めて困っております。で先週は、ちょっと渋谷さん
あ、こっち来たことないか、うん、に自分のフィンが筋肉ある人用の機材なんで、うん、もう8年間ブランクあった状態では辛いでしょって言われて、新しいの買わなきゃならないのかなと。ちょっとあれですよね、ヒレが短いですよね。あ、そう、僕の短いんですよ。もっと長くないとちょっと、で短くてすごい硬い重いやつを使ってるんですね、うんうん、その代わりパワーがすごい出るってやつ、うん、いや、こう太ももに筋肉ないとね。そうで、それやってたらすごいきつくて、うん、もう筋肉痛できついっていう、うん、今どちらかというと、うん、本当に力入れないで軽くやってて進むっていうフィンがあるんですよね。そうですね、中みたいですよ ね、フィンの長さが70センチ、しかもなんか真ん中から割れてたりするよね。それは持ってます。お、割れた、それはある、うん、でもなんかそれだとちょっと、うん、なんか長いやつもなんか苦手なんですよ。短いやつばっかりずっと使ってたんで、うん、どうしてもこう波打ち際で履くときにふにゃっとなって感じが気持ち悪い。多少泳ぎがね、やっぱり船からのエントリー用なんだろうね、まあ護岸からとかそういうのではなく、ビーチエントリーではなく、まあ、それでついついまた今週のも旬になって短い、まあ丹波岬とか坂、まあ、階段降りていって、ね、下降りてから履くからね、はい、うん、そうですよね。長いやつだと、うん、こう腰のあたりまで水に浸かった状態で履くのが、ね、長いやつは、うんうん、なんか先っぽが岩にこすれたりして、バランス崩したりとか、ペンギン型で歩くとか、うん、うん、つい面倒くさいですね。そうですよね、海の中でかっこいい人こそ丘ではちょっとねってなるやつ。うん、ただまあ昨日はちょっとゲホゲホ咳してたんで恥ずかしかったです、はい、なんかさっきそういえばその、わずかの期間でちょっと腹筋が締まったような感じしますけどね。いや、まだまだですよ、ね、うん、とにかく昔のウェットスーツがむちゃくちゃきつくて困ってます、はい、浮く分には困らないでしょ、ね、脱いだり着たりが大変で、フェイスブックにも写真載っけたじゃないですか、はいはいはい、履くところまで履いてもう疲れ切って、はい、ってなってる写真、背中の方にもチャックつけたらとか、ね、こっからもう胸がきつい、うん、足もきついし、うん、でそれもなんか安い店を教えてもらいましたけど、あれしないと本当サンゴ礁怖いですよね、ええ、ただグローブとかそれは全部一応してますね、はいはい、特に長い時間海の中で泳いでるとね、ちょっと休もうかなと思ってサンゴ礁の上にポコッと手を置いた時にスパッと切れちゃいますよ、うん、生では生で大変です。治らないですよね、治らないですよ。もう膝とかね、切りまくったことありますか、ね、うん、波が強い時にね、ゆらゆらしてる時にゴロゴロゴロって岩の上に転がるような形になっちゃうとですね、うん、もう怖いですよ、ね、疲れてるとね、うん、大怪我しますから、はい、で、他にもね、カラビナとかそういったの全部持ってきてないんで、うん、カメラを引っ掛けるフックみたいなものが今ないんですよね、はいはい、それもまた頭抱えてるところで、前はBC のところにフックでカメラ引っ掛けていたんですけどね、そういうのがないんで、今カメラとかは全部手に持ったまんま、ね、もうちょうど今日が夏至で、うしな口でいうカーチなんでね、はい、それを過ぎればもう夏なんでですよね、梅雨明けも多分今週末あたりに梅雨明け宣言が出るんじゃないかなっていう話なんでね、うん、これからもうダイビングの季節です、はい、そうですね、もう暑くなりますね。昨日あたりから打ち合わせが中身が濃くなってきて大変です。じゃあいいじゃないですか。いやいや、それで今どういう楽しみ方を提案することができるかっていう、大変ですね、ところに戻ってしまって、うん、頭を抱えております。本当なんか提案するとか新しいことを考えると、もう最近ね、ネタが尽きてきたっていうか疲れてきたよね、こんな言い方でまた怒られますけど、ダイビングの楽しみ方ってもある程度決まっているじゃないですか。で、新しいスクーターみたいなものが出ましたから、じゃあこれで遊びましょうっていうのもね、はい、もう新しいものを進めるだけが、いいことではないようなイメージになってきたので、その場所場所の良さっていうのはやっぱり潜らないとわからないし、それをどう伝えていくかっていうのも大変ですよね。でその場からライブできないっていうのも、うん、しかもこれが毎回同じじゃないのが自然相手じゃないですか、うん、だから運が良ければとか、運が良ければばっかりですよね、うん、天気が良ければこうだとか、悪くてもこういう楽しみがある方とか、うん、まあ、毎回違うことをどう魅力的があるような雰囲気で紹介していくかなんてね、まあ、そういうことで伊豆はね、いろいろあるから面白かったんですよ、うん、はいよ、水中にポストがあるとか、ほう、クリスマスシーズンになると、うん、ツリーが入るとか、
そういうのがあったんです、うん、沖縄でそういうことやってるかっていうと、あ、なるほどね。ポスト欲しいね。ポストはなんかチャタンにあるらしいんですね、うん、でそれまだ見に行ってないんで、うんうん、ちょっと探しに行ってみようかなと思ったりとかね、はい、そういうのが、うん、なんか面白いのがいくつかあればいいのでね、うん、中にあの突然休憩所があって、うん、中に空気が入っててコーラが飲めるとかね、そう、あ、僕だけ、いやいやジュースが飲めるとかね、そういうのもあの実は挑戦した人いるんで、うん、ドーム作ればいいよね、空気ためてね、まあできますよね、あの、ね、透明じゃなくてもいいからとかね、うん、そう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 、あの古いボートをひっくり返すだけでいいとかね、うん、下から入っててね、そうそうそう、できればいいかなと思いますけど、ね、そういったのもいろいろ探してみたいし、うん、なんかこう変わったものが沈んでたりしたら、うんうん、いいんじゃないかなと赤勝さんが来た、うん、はい、遅刻ですか ね、うん、まだ大丈夫です、あ、携帯忘れてたじゃないですか、この携帯携帯ありますよ、赤勝さん中に、うん、はい、流れてない。いや、流れてますよ。流れてます。なんかキョロキョロしてるけど。うん、はい。というわけで、かかずさん多分今まで携帯探してたと思うんですけども、実は中にありました。はい、ずっとブーブーになってましたね。はい、携帯不携帯毒の話じゃないですね。いや、本当なくしたら確かに、ね。ね、探しますよね。うん。うん、というわけで中にありますよ、携帯。これ、かかずさんの携帯ですよね。あの、かかずさん、あの、携帯で参加してました。参加できようがないじゃないですか、ね、いや、そこにいますみたいな形でね、ブブブブブブってなってましたよ、失礼しました、たびたび遅刻して申し訳ないです、いや、忙しい人ですよね、はい、というわけで自己紹介を、はい、あ、そうですか、あ、はい、そうです、始まってますね、始まってます、はい、うるま市、川崎県政人文館、インタラクティブラボラトリー沖縄の中風です、よろしくお願いします、2時間前までここにいたんですけど携帯をここに忘れていってしまった、うん、そうなんですよ、時々ブーってなってたんで、そう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 、あ、探してるんだろうなと思いつつ、うん、誰も出ず、あ、申し訳ないです、こちらこそもお邪魔しました、出たらもっとびっくりしたんだよね、いや、電話、いや、誰もかけてきてないですよ、メールが来てるだけ、メールの音だと思うんですね、そうですね、まあ夕方からかける人いないっすね、あんまり、いや、まあ相手公務員ですか、いや、そうじゃないですけど、うん、お疲れ様でございます、暑かったです、前半はね、パソコンこけたらどうしようとか古いパソコンの話して、うん、いたんですけど、うん、まあ本当にそういえばね、6月25日に、うん、はい、私の誕生日ですね、はい、かつれん城市で、ぐしくしまたあしびっていうのがあるんですが、この間ね、AKB がね、ですね、はいはい、うん、はい、ちょうど雷がいっぱいになって、中止になったんですけど、はい、こっちは大丈夫でしょうね、一応雨天結構で、好天は中止なんですけども、はい、雨が降ってもやります、第5回ぐしくしまたあしびは2017年6月25日日曜日、うん、はい、鈴木さんの誕生日だし、まあ、それはおめでとうございます、お家で祝うんでしょ、いや、多分祝ってくれないと思います、あら、で、前売り券が2000円で当日2500円なんですが、ワンドリンク付きなので、うん、ぜひ遊びに来てくださいと、はい、で、FM ウルマでも前売り券取り扱ってますので、もしご利用の方は、買いに来てください、はい、はい、いいかな、はい、ね、本当に、うん、AKB のあれはね、Facebook でどちらかというと、ぐしくしまたあしびも AKB の足に行くと思うんですけども、自分さんすごい落ち込んでましたよね、だってかわいそうだよね、あんだけお金使ってね、YouTube もしてね、あれね、前の日はキャンセルが相次いで、ね、すごいホテル、ガラガラのホテルがあったらしいです、はい、うん、それでもなんか次の日一応来た人にサービスはしたみたいですけど、はい、ちょっとだけは、うん、うん、ちょっとね、梅雨時期にね、結局したのが、うん、あとね、普通は代替施設って言ったらおかしいんだけど、はい、うん、もうああいう時のためにじゃあコンベンション抑えとくかとかなんとかって普通考えるんだけど、うん、なかったんだね、そうなんですよね、ちょっとそれはびっくりでした ね、うん、ね、もうどうせならね、石川のね、闘牛所で4000人入るんで、うん、でもそれ考えてないですけど交通手段がいやそれ以上に舞台ないからねまあ無理なんですけどね、はい、でもなんか考えてもよかったかなっていうのはありますけど、だから海辺に本当にドーム、うん、オープン形式のドーム球場なんか欲しいですよね、ですよね、サッカー場とかさ、はい、もうドームサッカー場みたいのを作っておけばできるよね、うん、前ここでだから話したじゃないですか、うん、2、3万4万ぐらい入るような球場が欲しいと、うん、そうそうそう、球場とか、まあ、サッカー場ぐらいのがいいよね、うん、何でもできる、うんうん、
そしたらね、イベントを呼べるよね、はい、イベントも呼べるし、試合もできるし、ね、スポーツもできるし、公式戦呼べますよね、うん、ですよね。でやっぱりドームにしないともね、うん、沖縄の場合は何があるか分からないし、うん、ただね、ドームにすると今度クーラーが必要になってくると大変なんで、だから開閉式なんですよ、うんうん、夏場大変だよね。夏大変ですね、ドーム、うん、でも東京ドームとかもずっとクーラーかけっぱなしじゃないですか。そうなんですか。そうなんだ。そうですよ。あそこは内側から圧かけないといけない。圧かけるし、うん、それを冷やすためにも、うん、ずっと空気を。すごいね。クーラー代高そう。もう沖縄椅子のこと地下に作ればいいじゃないですか。ああ。うん。いやでも海辺に作る意味がなくなっちゃう。あ、そうか。そうか、石川と恩納村の間に穴掘って4キロぐらいの大きな。いいっすね。うん。地下ドームを作っていただければ、いやどっか開けたら海が見える、海が見える、海が見える、素晴らしいです、ね、歩いて恩納村に行けますよみたいないい、ね、そこを抜けると恩納村だったみたいな、いいですね。反対側行くと石川だった、石川、うん、高速降りてすぐに駐車場に止めて歩いて海まで、うんうん、遠いね4キロって。でもあれですよね、沖縄の場合は夏場32度でも風さえあれば OK ですよね。そうなんですよ ね、東京より暑くないですよね、けど日差しは痛いです東はさっき言ったから、いわゆるドームでね、うん、なので、直接な日光さえ、うん、防いでしまえばそんなに、ね、うん、暑くないので、じゃあ西部球場、そうです、ね、あそこ風通りますよね、うん、ああいう形式なのかな、うん、やるんだったらねドーム、ちょっと、うん、ドーム形式にして、うん、うんうん、まあでも、はい、ドームが必要だねっていう話のきっかけにはなるよね、うん、中止はね。あと、マイスってあるじゃないですか、はい、でかい建物で、うん、あそこでもいいとは思うんですけど、まあ、建物なんで、あれはクーラーもちゃんと完備すると思うんですよ、うん、催し物、はい、そうです、ね、沖縄って結構大物ミュージシャン来るじゃないですか、まあ、大物なミュージシャンもねやったりしますけども、それがね、はい、やっぱり屋外でドームみたいなところでできれば安心でいいですよね、うん、よくありますよね、受け皿が先なのか、うん、イベントが先なのかって言った時に、ね、イベントが先にやったら今回みたいな目にあったんで受け皿欲しいですよね。受け皿を先に置いとけば、あとは年間どのように埋めるかっていうのがいろいろ相手が入ってくると思うんですよね。今の話聞くとね、どうやって埋めるかとか ね、 この維持費とか考えるとちょっと目の前暗くなるよね、まあ、確かにね、けれどやっぱり欲しいですね。でも欲しいよね、確かに、うん、もう沖縄の祭り全部このドームでやるとかね、うん、今日はうるまし祭り、来週は那覇祭りとかね、いいと思いますよ。いや地域でやんないと怒られるじゃないですか。いやパーティション切ってからとかね、あどっかの基地が返還されたらその後地使ってもらって、そうか、でっかい、なんか返還されたのところが普天間にありますよ、はい、だからあそこはでっかい、あそこそうだね、だからあそこは返還された後からのものの考え方ですよ ね、うん、今の場合だったらどこかに作る場所はないかから始めればね、うん、あそこね、ちょうど、チャタンとの間ぐらいにこう段差があるじゃないですか、はいはい、そこを利用したドームがガーってできればそこにはい、片壁は助かるなみたいな今あるやつをでは大山とか、うん、ちょっと大きくしてドームにするとか、うん、お割に壊しちゃって新しくドームにするとか、いや僕駐車場が欲しいんですよ、はいはい、駐車場は前の港をちょっと使わせる、それ僕は基地と整地してあるし、そう基地できちんと駐車場がたくさんあって、そうするとここが交通の要所ハブにしてしまって、ここで乗り換え乗り換えでもイベントもここでやってるっていうのが一番便利じゃないかな。でそしたら駐車場がいつもこの収容人数よりもたくさん有山ぐらい駐車場があれば、そこが一つの町になっていくと思うんです、イベント以外で、うんうん、那覇の方で大野山の前の軍港があるじゃないですか、そこのところ軍港からやれば、あとは海の便の方でもね、うん、できるしね、ね、交通の便のいいところが欲しいんですよ、はい、なので高速の近く一つが、うん、でそこから例えば、別にインターチェンジがなくてもそこに無理やり作っておける広場があって、うん、で、国道とかにアクセスが近い、うん、だったら高速から空港までも近いんで、うん、全部高速使ってくれみたいな雰囲気になればいいかなと思うんですよ、うん、集客するところとそこからまた、うん、地方の方やんばるまで出ていくっていうのはまた別なものの考え方できるから、うん、集まるところ 、うん、集約するところをドカンと作ればやんばるかでも来るんですよ、うん、泊まりがけでね。あとここが例えばモノレールの始発駅ぐらいになってくれば、やんばるから来てここに車を置いてモノレール乗り換えて那覇に行くとか風になってきても拠点になるし、うんね、いいかなと、うん、本当はだからそういうこと考えたいんですけどね、うん、いかんせん軍港と自衛隊のところとは使えるかっていうとなかなか、うん、返してもらえないので、でも
沖縄ってよく考えていくと軍とかの変換が結構あるので、うまいこと考えていけばなんか美味しいよね。なんか大きいこと考えられると思うんですよ。例えばね、やで一気に全部変換されてたら今頃どう町が作ればいいのかって分かんなくなったと思うんだけど、少しずつ変換されてるんで、あ、こっちこういう町作りしようってやって作っていってっていうのがあるとまだいいよね。ただ大型施設がたくさんできたんで、開放されるためにちょっと大型施設、大型施設って来るんであまり大変ですけどね。大型施設はやっぱりあの街中でいいと思うんですよ、うん、だからあの大学とかちっちゃいのと、うん、あと本当に街、うん、街作りたいですよね、例えばライカムもお待たせしてしまうんですけど、ね、あそこのそばにもう、インターチェンジ作れると思っちゃうんですよ。もういっそのこと、どうせ西原混んでるし沖縄南混んでるし真ん中に作ればいいさ、であそこつなげばいいさとか思っちゃうもんね。向こうに止めて向こうからバス発着すればいいのにとか、でライカムの駐車場を出発した観光バスじゃないけど、名護行きとか那覇行きがあるとかがあればいいのにとか勝手に思っているんですね。でその思ったもののどん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 していくと、今のインターチェンジとインターチェンジの間にもう一つみんな作ればいいさってだん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 持ってきて、で僕の話が全部通っていくと高速が高速じゃなくなるんですインターチェンジ多すぎて、まあまあちょっと高速に、ちょっと信号がないよって今ね出口込むでしょ、うん、で出口込むのが、うん、その出口が混んでるんじゃなくて出口の先が混んでるんだよね。ってことはもうそこ満杯だし、うん、そこにつないでもそこに、活性化はないじゃないですか、うん、それだったら新しく空き地がいっぱいあるところにつないでそこを活性化した方が良くない、うん、って思っちゃったんですよね、うん、沖縄20世紀計画っていうのがあって、うんうん、でそれで、まあ、ハイバルの今高速の近くに一応車を止めるとこ、バス止めるとこを作ろうという計画がある、うんうん、今どこまで行ってるか分かんないですけど、うん、一応だからその辺の予備地はあるらしいんですよ、うん、だからそれを 4,5 年前に計画立てたんだけど、うん、で今だそれをどこまで作るのかっていうのがあって、うん、一応考えてるんですよね、県も、はい、どっかにあの、うん、例えば本当に例えばなんだけど、はい、うん、西原でジャンクションがあるじゃないですか、だから早原に向かう、はい、ああいう考え方って僕ありだと思うんですよ、うんうんうん、なので例えば石川から女村周りがあるとかね、うん、ちょっと2つね、名護で止まってるじゃないですか、うん、あれを元まで伸ばしていくとかね、うん、なんかあの、うん、あると思いますね、違う道で伸ばしてほしいなと、うん、そうすると出口が増えていくし、うん、沖縄ってもうほとんど車なんだから、うん、で今もう実は車が多すぎてすぐ渋滞でしょ、うん、だから前も言ったように、うん、レンタカーが全部中に集中してるじゃないですか、はい、よだからそれを乗るのでみんな困ってるんですよ、はい、よだからそれを船でさっき言った船でヤンバルまでもヤンバルっていう、うん、まあ名護ぐらいまで行って名護でレンタカーの会社があったらそこで借りればいいわけです、うんはい、僕もそれは賛成で、うん、例えば先にチェックインしてしまえと、うん、だからホテルごとにバスを置いといて、うん、そのバス乗ってまずホテルまで行くんですよ、うん、で部屋チェックインしたらそうチェックインの中にレンタカーも入ってると、うん、でそこから車乗って出かけていけばいいさって思っているんですよ、うんうん、そういうサービスにしてくれればいいんです ね、いろいろあると思うんですね、だからホテル&レンタみたいな、うん、サービスにしておけばまたないじゃないですか、うん、でこれが大きなホテルはもちろん駐車場もたくさんで成り立つと思うんですけども、うん、小さなところでもそれができるようになっていけば、うん、空港でレンタカー待ちしなくても済むかなと、うん、なんかだからそれをちょっと話ちょっと関係者としては、うん、やっぱり契約を目の前でやらなきゃいけないとか、うん、なんかいろいろあるらしいんですよ、はい、だからその辺をちょっと整理して使いやすい形で、でもホテルもそうじゃないですか、ね、一応ね、目の前に設定名前も書いてなので、だからそういう一緒にできる、ね、一緒にできるようになればいいかなと、だから手続き1回で両方借りれると、ただその後にレンタカー会社の人が案内していってレンタカーの使い方を教えないといけないかもしれないんですけどね、そこら辺が沖縄本島っていうのは一つだからすぐやろうと思ったらできるはずなんですよね、うん、本当ですね、そこからよそにあの車で行くわけいかない、できないから、うん、ね、うん、南と北の方にそういった面であの営業所を置いて、うん、ここから向こうの方に行ったらもう向こうの方でまた別なあのレンタカーに乗り換えるとかね、うんうん、でもレンタカー乗り換える何件を結構いや全部ですけどそこの中で置いてすぐ、うん、でもそれ考えていくと、シェアレンタカーみたいになっていってもいいかなとは思いますね、うんうん、なんか、うん、やり方はあると思うんですね、うん、ただね、レンタカーすごい増えたじゃないですか、うん、でも3万台ぐらいあります、うん、そんなにある
本当はバス観光増えてほしいなって思うところがあって、で実際歴史とかなんとかとかその観光地の案内って観光バスじゃないと分かんないじゃないですか。そうですね。で僕東京行くとハトバス乗りたいんですよ。だから沖縄も、シーサーバス作ればいいのにと。そうですよね。でナイジャーとか観光客来て、例えば中国人がいっぱいだったら中国人のガイドを乗っけた、観光バス作って、あこれに乗れば安心みたいなバスを作った方が早いんじゃないかなと。そうですね。その代わりだから、悪いことしない、どっかのショッピングセンターに連れて3カ所ぐらい回らんとあんたち解散みたいな一人いくら文化マンと解散よみたいなことはなく、ちゃんと純然としたちゃんとした、バス会社がバス観光してほしいなと。でなんとかコースで沖縄人の上がりうまいコースってこうですよとか泣き人うまいコースってこうですよってちゃんと案内しながら、ね、いろんなところを回れるっていうのがあればいいなと。そうですね。いわゆる発見ツアーでいいと思いますよね。そうそうそう。でなんだか発見これがね毎回同じではなく、まあ、月によって例えばシーミーの頃だったらこういうとことかいう季節柄にも合わせたコースをどん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 提案して、はいはい、本当にハトバスですよ。いやだから僕はそうなるといい。ハトバスをやりたいですよ。でハトバスもそういうそうそうだからイベントありますもんね。ナイトツアーやったり歌舞伎ツアーやったり、飲み屋に行って、いい調子に乗ったまんまちょっと舞台行ったりとかやるじゃないですか。だからご飯食べた後にちょっとなんか見るとか、そういうのをまるまるパッケージしたいなと。新たな沖縄を楽しもうみたいなのがあるといいなと、はい、やっぱりあのこの人あのかかずさん終わると突っ込みどころが鋭いですな、うん、でもワクワクしてきますけどね。ハットバスみたいなのがあるといいなってつくづく、クイナバスとかね、クイナバスですね。いや食べるんじゃなくてね、やんばるクイナ。ではもうそろそろ終わる時間なので、今週本当にあの僕らのねくだらない話付き合っていただきありがとうございます。はい、ではあの最後にお届けします曲はパーシャクラブのファープレートをお届けしながら皆さんとお別れしたいと思います。では来週のこの時間までさよなら。さよなら。はい、二平デビュー。